さあ続いてのゲストは皆さんもうご覧いただけてると思いますが、小島みなみちゃんが来てくれました。ありがとうございます。よろしくお願いします。小島みなみです。イエイイエイ。もうねこの人ね同じ僕と一緒の生主のね、はい、黒人さんって言うんだけど、もうさっきから小島なちゃん可愛い、うん、小島なちゃん可愛いってずっと言ってて、やださっきステージで見てたんですよ。 ありがとうございます。むちゃくちゃ可愛かったのね。もうそんな褒められても何も出ないぞ。まあ出ないぞ。ずっと見ててね、ほんとに。嬉しい。そんな小島なちゃんですけど、今日どんなステージ出たんですか？はい、先ほどイベルトのステージとラムタラさんのなんかやってきたんですけども、うん、すごい盛り上がりでしたね。めちゃめちゃ人来てたよね。びっくりしました。トークショーやってたんだっけ？あ、なんか喋ったり、うん、あとなんかゲームしました。あ、なんか上の句と下の句で、そうですそうです、ストーリー話みたいなやつだよね。はい、懐かしいエピソード話してきました。めちゃくちゃなんかいいなと思って。もっとエロいやつ欲しかったね。エロいのが翼ちゃんだけだったから。あ、そうなんだ。そう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 、小学校の時の話よね。そうそうそう、もうちょっとエロいやつ見たかった、それ。あ、でもやっぱ小学校の時はね、うん、そんなエロいことまだ目覚めてない。目覚めてないんだよ。目覚めたのはでも初体験が高2の夏なんで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だから高校生引かない限り多分みなみエロワード出てこないかも。へえ。そう、それ行くでしょ。聞きたいもんだって。全然俺喋る隙がないから行くでしょ。それなんでそこ、ここに遅い、はい、そうなんですよ。だから結構みんな周りの子は住んでたからでしょ。コンドーム持たせてもらってもういざという時はこれ使いなみたいな。分かったこれ使うねみたいな、そんな感じでしたね。小島なちゃん今度イベルトにも来てよ。え、イベルト本当来たいんですよ。本当に本当ずっと言ってて、うん、なんで？なんでって、まあいろいろなんかね、スケジュールが合わないんじゃないの。ねー、忙しいし。本当出たいです。だって最初になんか動画撮ったじゃないですか。撮ったね、あの秋葉原かなんかでね。そうそう、うん、あの時出たい出たい言って。そう言ってくれてたの。まだかなみたいな。結構もう16回やってるけどなみたいな。季節経ったなみたいな。絶対出てほしいわ。ね、呼んでちょっと。お願いします。ちゃんとね、もっとセキララにいろんな話いくらでも聞けるって。しかもなんかこのイベルトのニコ生すごい楽しいっていろんな女優さんからすごい聞くから。そうなんだ、嬉しい。めっちゃ嬉しい。いけいけってねえ、めっちゃ嬉しい。絶対出てよ。じゃあもうまたぜひぜひお願いします。本人からご了承を今いただきました。で、JA 明日はなんか出るの？はい、明日も同じ感じだと思います。イベルト出て、はい、イベルト出てそのままラムタラ行って、うん、撮影してって感じだと思います。うわー、もう俺明日は、はい、そうだね、今日見にあんま見れなかったから明日はちょっとゆっくり、はい、僕も見させてもらいます。うん、ぜひぜひ。しかもすごいですよね、なんかこのお得じゃないですか、ブース、うん、めっちゃお得。私びっくりしちゃって、めっちゃお得、うん、なんか普段イベントでやってることを、うん、なんかもうどうぞ皆さん撮ってくださいみたいな。写真撮り放題だもんね。そう、撮り放題で、うん、太っ腹だなイベルトと思いました。あれ超お得だよね、あんな距離近くてさ。そうそう、みんな写真構えてさ。そう、なんかファンの方もすごい喜んでくださって、うん、めっちゃ嬉しかったです。うわー、うん、じゃあもうもう小島みなちゃんのやつ奪い合ってたからね。我先にっつって、ね、怪我だけねないといいですよね。皆さん気をつけましょうね、イベントの際はね。運動神経が上がりそう。ね、その時にさ、はい、写真撮影でさポーズ撮ってくれたじゃん、はい、で、地方とかで住んでて、はい、今日来れなかったカメラの前のファンの方たちのために、はい、なんかその時撮ったポーズを、はい、ぜひちょっと最後に一回撮ってもらって、はい、撮ってもらいたいんですよ。あ、わかりました。よろしいですか？はい、じゃあ遠くの皆さんに、はい、あっちのカメラで行っちゃってください。あら、あら、ちょっとちょっとちょっと、みなみちゃん、これっすよこれっすよ。サービスもさ、あ、いいな、もう完璧じゃないですか。スタイルがめちゃめちゃいいな。ということで、小島みなみちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また絶対イベルト来てね。またお願いします。はい、ありがとうございました。